昔々あるところに、エマという心優しく歌とダンスが大好きな女の子がいました。わあ、こんなところにお花畑があったんだ。今度のぞみちゃんを誘ってピクニックしたいな。あ、小鳥さんが歌ってる。いいなあ、楽しそう。私も一緒に踊っちゃおう。やっぱり歌もダンスも楽しいな。え？すごい！すごすぎるよ！あなたの歌とダンス、すっごくキラキラしててワクワクしちゃった。ありがとう。はじめましてだよね。私はエマ。あなたのお名前は？チカだよ。エマさんのダンス、とっても素敵だね。ダンスって、見てる方もやってる方も笑顔になれるから、私大好きなんだ。姉、ね、一緒に踊ってもいい？もちろんだよ。一緒に踊ろう。やったくるっと回って、ステップ！わあ、チカちゃん、そのステップかっこいい！まだまだこんなもんじゃないよ！よっ！はーっと！すごーい！ねえ、そのステップ、私にも教えて！いいよ、ここはこうして、こうして、あ、そうそう、うまいよエマさん。チカちゃんの教え方が上手だからだよ。ダンスの先生みたい。私なんてまだまだ全然だよ。先生はもっとすごいし。実はね、私ダンスの練習中に抜け出してきちゃったんだ。が好きって言ってたのに。嫌なわけじゃないんだ。ただもっとワクワクするようなダンスが踊りたいのに、なんだかしっくりこなくて。それで練習を抜け出してきちゃったの？うん。でもエマさんを見てたらワクワクしたの。私が踊りたかったのってこれなのかもって。だからお願い、私ともっと一緒に踊って。そういうお願いなら喜んで。私もチカちゃんと踊るの楽しいもん。ありがとう。それじゃ。チカさん、どこにいるんですか？あ、この声は。チカさん、隠れてないで出てきなさい。ああ、やっぱりダイヤさんだ。内緒で抜け出してきたから、見つかったら怒られちゃうよ。チカさん、どこですか？この辺りにいることは分かっているのですよ。まずい、早く逃げないと。ごめんね、エマさん。また遊ぼう。また？またっていつ？そうだ、今度の舞踏会、そこで会おうよ。え、舞踏会って、あのお城でやってる？うん、そこで待ってるから。あ、チカさん、見つけましたわよ。あ、それじゃまたね。あ、行っちゃった。どうしよう。チカちゃんにはまた会いたいけど、お城の舞踏会なんて私は行けないよ。
わあ、綺麗なお花畑。連れてきてくれてありがとう、エマちゃん。うん。エマちゃん、何か悩みがあるんじゃない？え？どうしてわかるの？わかるよ。だって友達だもん。エマちゃん、よかったらうちに話してみてよ。実は。なるほど。最近エマちゃんの元気がなかった理由はそれだったんやね。どうにかしてお城の舞踏会に行きたいんだけど、舞踏会に行くには招待状がいるでしょ？私の家には招待状来たことないし。うち、舞踏会に行く方法、一つ知ってるよ。本当？どうすればいいの？それじゃあまずは、そこに行くためのお洋服を買いに行かなきゃいけないね。え？お洋服？さ、うちについてきて。に着替えたのはいいけど、ここダンスホールだよね。ドレスの子がたくさんいるけど、何かあるの？今からここで舞踏会のオーディションが開かれるんだ。この間街で会った子に教えてもらったの。オーディション？王女様がダンス好きで、大勢に参加してほしいけど、全員は人数的に呼べないでしょ？だから、オーディションを開催するんだって。じゃあ、これに合格したら、チカちゃんに会えるんだね。そういうこと。一緒にオーディションを突破して、舞踏会に行こう。うん。私、頑張るよ。あなた、ちょっと待って。背中のリボンがほどけそう。え？私？あいやー、本当だわ。今結ぶから少しじっとしてて。のぞみちゃん、そっちを持ってもらってもいい？うん。ほどけないように固く結んで、と。はい、治ったよ。シーシー、二人ともありがとう。どういたしまして。結び直したリボンはピンで固定したから、激しく踊っても大丈夫だよ。キャッ、助かるわ。ところで、あなたたち名前は？ドレスを着てるってことはオーディションの参加者よね。うん、私はエマ。うちはのぞみだよ。よろしくね。エマとのぞみね。私はランジュ。二人も男子で一番になりたくて舞踏会に行くの？ううん。私はお友達と舞踏会で会おうねって約束してるんだ。うちもそのお友達に会ってみたくて、一緒にオーディションを受けに来たの。そうだったのね。お友達に会いに舞踏会を目指すなんて、素敵じゃない？では、これより舞踏会オーディションを始めます。我々審査員がホールを回って審査をいたしますので、各自自由に踊ってください。あれ？あの人どこかで見たような。さあ、二人とも行くわよ。もう審査は始まってるわ。センターを取っていっぱいアピールしないと。ランチもエマたちが言ってることをお友達になりたいわ。3人で合格して絶対舞踏会に行きましょう。うん、よーし、みんなで楽しく踊っちゃおう。あの3人なんて楽しそうに踊るんでしょう。会場中があの3人から目が離せませんわ。最初の合格者は決まりましたわね。
女たちみんな合格よ。エマちゃん、よかったね。これでチカちゃんに会えるよ。うん、やった。オーディション合格してよかった。明日はいよいよ舞踏会、またチカちゃんに会えるよね。でも私ちゃんと上手に踊れるかな。大丈夫、あなたなら踊れますよ。え？こんばんは。こんばんは。あなたは？私は海、舞踏会の関係者です。参加者に悩んでいる女の子がいると聞いてお話を聞きに来ました。え？よかったら何に悩んでいるのか教えてもらえませんか？せっかくの舞踏会、あなたには心から楽しんでもらいたいので。実は明日の舞踏会でお友達と会う約束をしているの。でも舞踏会には大勢の人が来るからちゃんと会えるのかわからなくて。それに私よりダンスが上手な人もいっぱいいるだろうし、そんな中で私のダンスを見たらチカちゃんにがっかりされちゃうんじゃないかもって。なるほど、そういうことだったのですね。エマは歌とダンスは好きですか？もちろん、歌うのも踊るのも大好きだよ。ではあなたにこの靴を差し上げます。え？こんな綺麗な靴いいの？はい、この靴は歌とダンスを心から愛するあなただからこそふさわしいのです。サイズもぴったりでしょ？本当だ。どうして？明日はこの靴を履いて舞踏会に参加してみてください。この靴はきっとエマに勇気を与えてくれますよ。勇気？この靴はあなたが一歩踏み出すお手伝いをします。エマのダンス楽しみにしていますね。ありがとう。明日精一杯頑張るね。あれ？いない。どこに行ったんだろう。昨日の人急にいなくなっちゃったけど、どうしたのかな。舞踏会の関係者って言ってたし、今日また会えるといいんだけど。おーい、エマちゃん。エマー、こっちよ。のぞみちゃん、ライジュちゃん。エマの靴すっごく素敵ね。本当だ、そんな靴初めて見たよ。綺麗だね。ありがとう。二人に会えてよかった。人がいっぱいいて会えるか不安だったから。確かにすごい人だよね。お城の舞踏会だから有名な人もたくさん来てるし。うん、なんだか緊張しちゃうな。大丈夫、エマちゃんにはうちらがついてるよ。そうよ、それにランジたちなら心配ないわ。昨日あんなに盛り上げたんだもの。そうそう、とりあえずダンスが始まるまで会場を見て回ろうよ。チカちゃんもきっといるだろうし。そうだね、せっかく舞踏会に来たんだもん。二人とも見て、あっちにおっきなケーキがあるわ。あー、すごい、おいしそう。ケーキの前で記念撮影もできるんだって。
撮ってもらおうよ。うん、じゃあランジュちゃん早速写真を。見て見て、あそこで大道芸をやってるわ。ランジュちょっと見てくる。待ってランジュちゃん、一人で行ったらはぐれちゃうよ。あいや、みんなと離れ離れになるのは嫌よ。でも大道芸ももっと近くで見たいわ。それじゃあ手をつないでいこう。これならはぐれないしね。キャッ、ナイスアイデアよのぞみ。それじゃあランジュ真ん中がいいわ。のぞみとエマ二人と手をつなぎたい。いいよ、三人並んで歩こうね。あれ、なんか会場がざわつき出したね。今日の舞踏会を主催した王女様とお月の家庭教師の先生がやってきたみたい。ほら、あそこ。え、シカちゃん？キャン、すごいわ。エマのお友達って王女様だったのね。こんなことってあるんやね。違うの、私も全然知らなくて。どうしよう、王女様に声なんてかけられないよ。大丈夫よ、チカが王女様でもそうでなくてもエマのお友達には違いないわ。うん、ランジュちゃんの言う通りだよ。エマちゃん、うちらも一緒に行くから声かけに行ってみよう。二人とも、うん、私チカちゃんに会いに行きたい。それじゃあエマを真ん中にしてみんなで手をつないでいきましょう。はぐれちゃわないように。ありがとう、のぞみちゃん、ランジュちゃん。人が多すぎて全然チカちゃんに近づけないよ。さすが王女様、いろんな人が挨拶に行ってるからか人波が全然切れないね。ダンスも始まったし、いっそランジュたちが踊ってチカに見つけてもらいましょうよ。ランジュ、ダンスなら負けないわよ。って、あれ？音楽が止まっちゃったわ。何かトラブルでもあったのかな。音響に不具合が出ていて音楽が流せないみたいです。復旧を急いでいますが、もう少しかかるそうですわ。わかった、復旧しないんじゃみんな不安になっちゃうよね。私、来てくれたみんなに事情を説明してくるよ。いえ、きっと大丈夫です。あ、おみちゃん。音楽再開しないね。周りの人たちも何があったんだろうって不安そうにしてるし。せっかくみんな楽しみにしていた舞踏会なのに。でも、私にできることなんて。ダンスって見てる方もやってる方も笑顔になれるから、私大好きなんだ。この靴はあなたが一歩踏み出すお手伝いをします。そうだ、私にできることあった。みんな、音楽がないなら歌えばいいんだよ。みんなで一緒に歌おう、そして踊ろう。ララララララ、チカちゃんに教えてもらったステップも踏んじゃおう。楽しい。ランジュも踊るわ。こんなにワクワクするダンス、ランジュ初めてよ。会場のみんなが笑顔になっていく。
さすがエマちゃんやね。みんな一緒に楽しもうよ。すっごい拍手だわ。エマのダンスのおかげね。みんなが楽しんでくれてよかった。エマさん、チカちゃんじゃなかった、王女様。エマさんありがとう。歌とダンスでみんなを笑顔にしちゃうなんて、やっぱりエマさんはすごいよ。私エマさんのダンス大好き。見てるとワクワクして楽しくなるの。私も一緒に踊りたい。それなら次は一緒に踊ろうよ。私もチカちゃんと踊りたい。王女様と踊りたいです。王女様じゃなくて前みたいにチカって呼んで。私たち友達でしょ。チカちゃん、うん。それじゃあみんなで踊りましょう。ランジもチカと一緒に踊りたいわ。うちも混ぜて。うちもチカちゃんとお友達になりたいし。うん、みんなで歌って踊ろうよ。うん、みんなで楽しんじゃおう。よかったですね、ダイヤ。何のことでしょうか。最近大好きだったダンスをしていてもチカの笑顔が少ないと悩んでいたのは誰だったでしょうか。それはチカさんの元気がないと周りの者たちがいらぬ心配をしますから。確かチカが町の女の子と仲良くなったのを知って舞踏会に呼べるようオーディションを開こうと提案したのはダイヤでしたよね。もう海さん、意地悪を言わないでください。少しからかいすぎましたね。まあ私もすごく楽しかったです。まさか魔法使いの私が頼まれたのが魔法の力でオーディションのことを町の女の子全員に言って回ることだなんて。海さんには本当に感謝していますわ。チカさんにいいお友達ができて本当によかった。舞踏会を盛り上げて窮地も救っていただきましたし、チカさんの笑顔も戻ってほっとしましたわ。なら次はダイヤが楽しむ番ですね。チカ、私たちもダンスに入れてください。え？もちろん、ダンスはみんなで踊るから楽しいんだもんね、エマさん。うん、ダンスは見てもやっても楽しいけど一番楽しいのはみんなで一緒に踊ることだもんね。無事に舞踏会で再会できたエマとチカはそれからもずっとみんなと一緒に仲良く歌って踊って暮らしましたとさ。